え、私ね、次何かなぁ。あ、次は何でしょうか。あ、それ来ますか。これは結構。皆様、これでございますよ。私、これからちょっとオープンさせていただきますからね。オープンするものだし。音で分かっちゃうかもな。じゃあ、これも完璧。ちょっとね、耳にがするぐらいの状態に私がさせていただきます。耳、閉じた方がいい？うん、大丈夫だよ。耳閉じる。はい。はい。これでも、何？この匂いの説明を商品名は言わずにしてたよね。それが難しいね。臭い。ちょっと待って。臭い？臭い。何だろうね。まあ確かに臭いものの代表と。でね、嫌いな人は。あのね、匂いだけを嗅ぐと、足の裏みたいな匂い。なんかね。あれそうこれはね、あのね、私も普段目を開けてる時には感じないけれど、目を閉じると足の裏の匂いに近い。すごいね。誰の足の裏？なんかイメージのね、イメージの足の裏。なんかそのね、足の裏、藁っぽいんだよ、なんかこう。これ OK でしょ？藁っぽいの、なんかこうね。はい！お、はい。納豆！おー！耳でピンポン来たね。開けてないからこのままあげます。持って帰ってください。これもらってください。いただきます。かなちゃんが自分で匂いを嗅いで自分で当ててみましょうか。なるほど。うん。なのでみんな見てます。頑張ります。ちょっとお手伝いしてもらっていいですか。頑張ります。ああ。なんだ素敵よ。いきます。はい。え、皆さんこれでーす。もうちょっとこう、この食って、食べた方がいいかも。じゃじゃん。はい。素敵。じゃあこれをどうぞ。どうぞ。ん？もうちょっとこちらどうぞ。どうぞ。さあどんな反応するかな？これは。するかな？ね。匂い。する？あ、しない？鼻。鼻切った。出した時にちょっと香りしたけどね。うん。だんだん近づいてくるから。ちょっとフリスクで一回リセットする。フリスクで。大丈夫？なんだろう、なんなの？なんか。嗅いだことあるでしょ、でも。あ、これフリスク。あ、でもね、匂いがちょっと薄いかな。匂い薄いかもしれない。はよ。もらったら、今までが濃ゆいから。うん、そうかもね。もらったらね、嬉しいと思う。あ、なんだろう。ちょっと鼻っぽいね。あ。さあ。これもっと細かくですか？もっと細かく。もうちょっと荒くなってまいります。もうちょっと近づいててますね。そっか、逆にこのかすかなのがヒントなのか。お、あ、いいかもね。お、じゃあ花だ。うん。うんうん。もうちょっと細かく。花束。うん。そう。花束。何の？花束は花束。何の？何の？バラ？おー！嬉しいね。なんかちょっとおめでとう感が漂っているよ。なんか私嬉しい。やったやったよ。やったよ。バラをもらったよ。今日成功したのが、私おかしくない？吉田花村井上じゃないや。高いが。はい。でもね、あのね、匂いだけを嗅ぐって、その普段と違う情報もなんか感じることができる。意外とやってみるといいんじゃない？暇つぶし的には。暇つぶし的には。うん。ぜひ皆さんにまず納豆の匂いを嗅いでもらいたい。足の裏の匂いを。でももう今見て嗅いじゃうともうお腹すくって感じ。あ、納豆だもんね。逆に言ってることを目をつぶりながら想像するっていうのも結構ね、目の前に絵が出てきたりとかも。確かに石鹸の香りは、ほら石鹸によっても香り違うじゃない？だからわかんないかも。うん。でも色とかが浮かんできたりするので。面白いね。面白いね。面白かった。夢。かな、いました。かなった。正直、今までで一番かなった。次は誰の夢が叶うんですかね。楽しみですね。皆さんもぜひ、あの、動画配信も、そしてラジオ本編の方もお楽しみにしていただければと思います。ラジオはこの後も続きます。はい、それでは、パーティー5の願い、叶いますでした。バラ。